はい、こんにちは、スプラットの梅ちゃんと奈々ちゃんです。やっぱね、海外回ってるとさ、絶対みんなあると思う、うん、スプレーで絵を描くことが。で、やった後にやっぱり手って汚れると思う。タイのスプレーってどんぐらいで落ちるのかっていうのをやりたいと思います。この日本だったらね、ここちょっと洗ってるとね、すぐ落ちるの。これね、こうやってね、まあ、ちょっと石鹸つけて見えるかな。あ、落ちないな、落ちないな。じゃあここね、指、ここの黒いやつね。あ、落ちてる、落ちるな、こういうの。そうね、あ、普通に、ね、ほら、わかる、まあ、ちょっとゴシゴシやれば、うん、普通に落ちる、落ちる。じゃあタイのスプレーは、まあ、タイで旅行に来た時にみんなスプレーやると思うんだけど、しないよ と思うんだけど、手が汚れても、まあ、すぐ落ちるから、うん、そんなに心配じゃない国だね、タイはね。しないからね。え、みんな安心してタイのプーケットに来てスプレーで遊んでください。OK ということで、楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。アディオスアミゴー。